まあなかなかね。何この猫人ボックスを開けるには15の猫スピが必要です。結構いるんだね。41個あるから開けよう。猫人を発見しました。お、スクエアフレームメガネを手に入れた。これが、あー猫人が消えた。やっぱ猫人の村あるな、これどっかに。これアタッチメントで、あーちょっと、あ、なかなかメガネ似合うんじゃないこれ。ちょっと、ろくろを、めっちゃはみ出る。早速はみ出まくりだぞ、テンガロンハット。うん。あ、これなんか、あれだね。ちょっと、その、高さを変えたいんだけどさ。高さを変えたい。あ、そう。なかなか知的なイメージ、印象だね。さすが四角メガネ。この上はいけないから、じゃあ先行こう。この、じゃあ、先に行かない、まだここ入ってない。いらっしゃいませ。こんな村の宿なんで大したおもてなしはできませんが、一泊していこうじゃ。ふんふっせいんせいよっざんよし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。金網デスマッチじゃなくて、なんか取った。あ、ろくろジャケットオフ。あ、衣装。へえ。思ったより衣装結構ホイホイ来るな。ろくろジャケットオフ。ああ。ジャケットオフ。オン、オフ。なるほど。これ帽子をこれつけていれば、このテンガノンハットもスムーズにかぶれると。なるほどね。でもこれさ、これメガネ用に振ると帽子用にするとなんかこの辺の、ね、せっかく前髪で隠してたやつがもろ出しになっちゃうからちょっと、やっぱ隠しとこう。一回セーブして。まあ、ゆっくりになっちゃうのはしょうがない。必要に応じて。孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。わかっている。お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。何？あ、メニューに料理が追加されました。料理のメニューを開いてみましょう。ほう。料理とは何？当番の設定って何？一回だけ料理を食べる。うん。うん。ウリボアソーセージ。うん。うん。うん。で、どっちが作るかって話か。うん、料理できたの？あ、料理スキルが上がっていく。あ、レベルが上がってって、あー、これ何？当番の設定じゃない？勝手にやれるってこと？うん。うん。はー。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか？好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな。もしかして、お前、味を感じないのか？ちゃんとわかるわよ。血の味だけはね。それ以外は？何も。満腹感も感じないみたい。見たいって、初めて食ったように。初めてよ。ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ？わかるでしょ、あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ。私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。
戦う力は維持できる。それで十分よ。ほう、シースイと剣。そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの？一歩引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん、使うだけだ。お清めでもするつもり？そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな、刀身と柄を止めてる目釘が緩まないように戦いの前には湿らせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。ゴーマにもいろいろというわけで、じゃあちょっとさっきの料理設定、料理当番の設定も自動で食べるし、売り場ソーセージ、まあ、5個ずつあるから5回はできるんだね。てなわけで多分この辺下手にやっちゃうと降りちゃうかな、降りちゃうかもしれない。調べ、はいはい、サフランチョコっとチョコレートマサラガラムマサラ、でも舌があるもん、シナモンカルダモン、美味しいカレーの。お、洞窟ハドロウ沼窟なんて読むんだ。やっぱりいきなりマップがあるってすげえ便利だな。ああ戦闘、いやー、もう、お金金分けせんぞ。激しいスペーシュキングクロウやったった、痛い。よいしょ、勝負ありだな。実技も込み込みだからなかなか難しいのかもしんないね。違う、ベルベットが使いやすすぎるだけなんだきっと。これからもっといろんなキャラクター使えるようになると思うからね、いろいろ触りながらやりてえな。をかけさせないで呪い、こっちの明らかに行き止まりな感じの場所には何があるかな。何の匂い？油か？燃えそう。こっち側。お、宝箱があるよ。アップルグミを手に入れた。やれやれ、レベルアップ。なんかゲットした。あ、アンバーだが、あって、そう、装備のは まだ全然か。バトルブーツマスターしたけど、あ、アンバーブーツがね、アンバーブーツ今六郎が装備してるけど、あ、ちょっとこれ入れ替えで。話にならない。お、六郎レベルアップ。お、ベルベッターのなんか一個上がった。これか、あ、操作回数がね。お、宝箱があるよ。500ガルド。うん。これなんか岩が邪魔なんだけど。この岩壊せそうね。お前強引だな。無茶でもないでしょ、お互いゴーマなんだから。それもそうか。ほう、あ、ひびの入った岩はまるで壊せる。うん。たー
あ、結構あっさり。これ反対側に出たな。で、今猫人ボックスが見えた。猫人ボックス。あ、25個いるんだね。もう数が足りなくなってきたね。猫人を発見しました。はい。え、何もくんねえの。何もくれねえの。猫人いただけ。なんだろうね、助けた数の累計でなんかもらえるのかね。猫人の道はそんなに甘くない猫よ。なんだ、タコ、タコがいる、タコ。一気に片付ける。オクパス。なんかこいつらこれ効かない。お風、あ、全然ダメだ。レレレレレレレ。お、不定形クーマジョーカー、サンダーブリッツ。硬い硬い、こいつら硬い。あ、2しかないから2しか繋がんないんだ。今4。切り捨てごめん。そうか、ソウルゲージの数だけ繋げられるからな。その辺考えていかないと、速攻で火力がどんどん下がっていくよみたいな。手数減るからね。で、これは、あ、匂いの正体はタールか。ほう。気をつけろ、ハマると底なしだぞ。ほう。ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん。オッケー。あー、なんかタコがいっぱい、タコがいっぱいいる、タコが。片付いたみたい。行くわよ。お金が安いんだ。こっちはいけるかい？なんかあるのかい？あー、猫スピがいっぱい。猫スピがめちゃめちゃいっぱいあるよ。イエーイ。いいね、草もあるね。草も生えてた、やったね。これは、こっちはふんって、あ、この岩はぐらついている、押せば動かせそうだ。ゴロゴロ。おお、岩転がって足場固まるだね。何その変なことわざ。岩を転がすこともできるんだよと。飛ぶわよ。落ちるなよ。まだ飛ばない。ちょっとそっち側先に行きたい。そっち側、下の方ね。こっち側ちょっと先に見てから行こう。きっといいアイテムがあるに違いない。なあ。敵がいっぱいいる。うおー、すごい数。これはちょっと敵さんなんて見てる場合じゃない。ものすごい数の猫スピだ。おっしゃ、いやー、やったね。ついでに。六郎の剣。六郎の剣が、ふんふんふん。あ、火力ちょっと上げれるね。た、この異国の懐が、た、異国の探検がちゃんとできるまでは待ちですよ、もちろん。あ、まだ使えない、まだ覚えてない感じか。うん。大したことなかったわね。お、ハイパージャマー。何ハイパージャマー。デスサイズ。あ、スタン回、スタンさせまくった回数のことか。やれやれ。お、固有スキルマスター。てな感じでどんどん装備でね、強くなりながらやっていこうというわけでございます。さあ、ぴょーん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 というわけで次行くぞ。どんどん奥行って、あのトカゲのね、ゴーマとやらをね。いや、ここにいるのかどうか知らないけど、この先のさらに奥なのかな。でも北の洞窟にいるって言ってたから、なんか強そうなのいる。
なんか強そうなのに。切り替えがありそうだ。おお、なんかやばいやつじゃないこれ。やばやばいな、相手一緒に。ちょっととりあえず増強を勝たして、ラッシュ、ちょっとラッシュ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 、当たってない。このコウモリでちょっと稼いで。しまったしまったしまった、やばいな。これちょっと強そう。あ、いいね、飛炎連結弱点だからそこついてる。よいしょ。あ、ガードやめて。ラッキーレイブン、ちょっと、あ、痛いな。すごいすごいガードされるな。痛い。あー、ピヨった。痛い。アップルグミ。アイテム。初アップルグミ。よいしょ。炎連結。よいしょ。まだここだ。よいしょ、止め。あ、いいね、いいダメージ入った。あ、仲間呼んだか、もしかして来るか、増えちゃうか。あ、いた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 、あ、いた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 。よし、今あいつくす。よいしょ。危な。ガンナ結構ガードするな。やっぱガードされるのが結構なバッドアクションだからかな。攻撃の隙を。タッ。ほら、あいつくす。あ、だだ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 だいな。やばいやばい。よいしょ。あー、まずい。やばいやばいやばい。今あいつあとちょっとだな。やっちゃおう。ほら、炎連結。よし、行かない。危なかった、結構ギリギリだったよ。空中ケミ、お、戦闘中に空中ケミ取ることができるようになったよ。いいね、なんかその能力が増えてくのいいね。さあ、六郎のロスかな。とりあえずアンバーダガーからやっていこうかな。これも先にアンバータリスマンからやろうかな。すごいね、 HP の回復効果が結構効いてるね。ドクロほっといても回復してるもんね。アップルグミの重要性がちょっと下がったよ今。だからこのゴーマ的な仲間のだけなのかもしれん。剣さばきはさすがね。いや、まだまだだ。この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの？夜叉だよ。戦いの鬼神だ。戦いの鬼神。通りで。ベルベットこそ何なんだ？随分変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ？聞いたことないが、どういうゴーマなんだ？敵を食って力に変える化け物、それ以外は知らない。女で敵を食らうというと鬼ババの一種かな。はあ、今の顔ちょっとそれっぽかったぞ。そうか、クーマは鬼ババだったらやめておこう。お、それぞれの剣の型。お前の剣技どこの流派だ？誰に教わった？我流よ。それにしては立ち筋がいいし、基本もきちんとしてる。それなのに
いきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だから我流って言ってるでしょ。あんたこそ何なの、その二刀流。命の太刀とやらを抜きもしないで。抜かないからいいのさ。はあ、それも蘭月家の教えってやつ。おお、借りたものは返す。すべてはそのためにある。わけわからない。うん、なかなか仁義にあふれてそうな感じではある。草がある。草政治よし。呪い、ゼリア、しまった。捕らえられまい。来い、そこへ。捕らえられまい。勝負ありだな。称号増えた。六郎の称号が増えたよ。デュエルナイト。あ、なんだ。あ、術技いっぱい使ったからか。うん、称号スキルこっちかな。お、いいね、またいっぱいあるよ。イエーイ。で、これで奥行けばいいか。またぼちぼちなんかありそうな感じだけど、なんもないの。それはそれで寂しいぞ。こうなんか素材拾って雑魚敵と戯れてだけだとこと足りないぞ。そんなことはないんだけどね。これでもう抜けちゃう感じか。全然だわ。そりゃそうだよ、だってまだトカゲのゴーマ見てないんだもん。小さな、あ、これでピョーンって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 。あー、いるね、敵いっぱいあるね。呪い、ゼリア、ここだ。呪い、呪い、呪い、ゼリア、呪い、ゼリア。容赦の情け一切かけない。お、いいね、シェイドステッパー。なんだ、なんだい。回避回数、あー、回避回数でも増えるんだね。いいね、なんかいろんなことをすると称号が増える。呪い、捕らえられまい。捕らえられまい。呪い、捕らえられまい。邪魔するなら始末する。なんか相手ものすごい落ちるよな、やっぱり。なんだ、アイテムいい、なんだ、ランダムスキルを持っているやつが出るまでひたすら狩るみたいな、そういうことをする必要があるのか。アイス、やだよ。お前、味がしないって言ってたが、匂いはどうなんだ。なんで。味覚ってのは嗅覚とセットみたいなもんだ。鼻をつまんで食うと味がわからなくなるだろう。匂いは人間だった時よりも敏感かもね。あんたは違うの。俺も五感は鋭敏になってる。しかし匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、ずいぶん寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ。主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法も千差万別、甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成された味わい、鼻をくすぐる芳醇な香り、お子様には分からん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って、よ、わからん。というわけで、お酒は二十歳になってから。行くわよ。いえ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 。邪魔するなら始末する。こういよいよなんか星マーク近づいてきたけど、いよいよあれかね、トカゲのゴーマいるのかしら。なんかある。
これ何？ワープポイント。ほう、ワープポイントなんてあるの。へえ、そんな便利なものがあるんだね、今時のテイルズ。さあ、これは、あ、ぶち壊せーだー。お、あ、いいね。猫スピいっぱいあるな、結構。重いのがいっぱいあるな。530ガールド、でもそんだけ必要になるってことなんだろうな、きっとな。猫スピを集めるためだけに洞窟に戻る、なんてことがね、出てくるかもしれませんね。お、セーブがあるよ。よーし。これで、こっちに行けばいいか？なんかあるか？